にちは、よりちゃんのゆみです。今回はわおわあ、すごいことになってるね、りみちゃん。いつの間にか。そうです、やばいね。そうです。ゆみはね、あんまね、ここで勉強しないから、もう納期になっちゃってるんだよね、机がね。まあしょうがないんだけど、でももうちょっと綺麗にね、しないとダメだよね、りみ。うん。で、りみちゃん、この自粛期間もちょっとここの掃除はね、なかなか手つかずでできなかったんだけど、最近課題がね、進みがね、良くなって、ちょっと時間がね、できたので、掃除をね、今までできてなかった掃除をちゃんとしたいと思います、りみちゃん。はい。いい？はい。で、今日しほちゃんも課題がスムーズに進んで、午後からね、空いたということなので、そうです、ね、ちょっとママはちょっと今日ね、編集とか全然終わってなくて、りみちゃんにつけないので、はい、今日はママに代わって姉のしほさんが一緒にお掃除をね、手伝ってくれるということなんですよ。そうですね、はい、なのでね、今日は姉妹撮影で、後の撮影はね、しほちゃんにちょっと託したいと思います。マイクずっと置いてるだけなんですけど、実はね、りみちゃんのお部屋につながってるのがね、ベランダなんですよ。最近よくね、しろころと遊んでる。はい、ね、いいよね、なんか部屋に続いてると、こうなんかちょっと部屋が広くなったような感じがして、いいかも。うん、部屋私も一応つながってるんですよ。そう、一応しょうちゃんつながってるけど、机が置いちゃってるから、そこにね、塞がってて、ほとんどベランダには出にくい状態なんで、りみちゃんはこういう作りだから、いい、ね、結構こう開放感があるよね、ベランダ開けてると。怖い、こういう感じで、ちょっと見にくいけどね、今反射しちゃって、はい、ちょっとテレビもねあるんだけどね。はい、はい、ということで、まあとりあえずお掃除していきましょう。おお、お姉さんどこ、あ、いた。こんにちは。いました。はい、じゃあちょっとね、カメラを外側に移動します。はい、よいしょ。感じかな？はい。こんな感じでいいかな？見て、しーちゃん。どう、入ってる？入ってる、入ってる。入ってる。もうちょっと、もっと、こんな感じ。見て、なんとかつけた。どうとか。あー、取れちゃった。ピーマンマンと夜更かし大魔王だって。あー、それやったわ。ピーマンマンって誰？はい、じゃあね、頑張って。ピーマンマン。頑張ろうね。お姉さんもよろしくお願いします。かわいい。閉める？大丈夫？大丈夫。はい、学級活動、この辺はもう捨てちゃっていいですか？もう使わないと思うんで、はい、思い出っていうのはちょっと取っといてもいいと思うんだけど、うん、使わないなら捨てた方がいいかなと思うんですよ、うち。しーちゃん取っとかないの？これ捨てちゃうよ。あ、取っときたい派？取っときたい派か、そっか、じゃあ取っとこうか。名前があるからさ。私この赤いバージョン持ってる。へぇ、これ取っとこうね。ああ、これは捨てます？捨てない。わかりました。おみ専門ドリル。わぁ、やってる。やってる。どうしましょう。使わないです。丸つけってしないの？丸つけめんどくさくない？めんどくさい。だよね。してる。してるやつ。これから？なんでそっから開けるの？え、だってさ、ほら、こうしないと、ほら、こうしないと。はぁ、あ、はぁ、あ、どうする、これは。リミがクレーン、あ、リミのためにクレーンゲームで撮ったやつだけど。取る。取るってどういうこと？取る。取ると思う。いるかいらないかよ。いる。いる、こっち。次は？なにこれ。うわー、かわいいシール。はい、次。中身入ってるんですけど。中身入ってるんですけど。ほんとだ。ほんとだじゃなくてさ、中身入ってるんですけど。そうだよ。じゃじゃーん、
わポイフルやば癒しの塗り絵だってくく雲出てきたよ雲雲リミ暇だから描いてるミクくも暇の顔じゃないぼーっとしてそうミクはぼーっとしてるからねくも、うん、わおぶどうパイナップルここでいるくもそれいらないよねこれいらないよね。いらないよね。これはこう気に入ってんの。これは入れる。これはいらいる？いらいらないでた。私がもらおうと思ったのさ。このカバン自体はいる。いらない？いる。いるに決まってる。うわー教科書類これ全部いらないかな。あこの辺3年生の教科書じゃん。そうだね。なんで3年生の教科書このシールなんでて。学校いいやつ。なんでこっち。今のやつはプーさん。ん今のやつは。そうじゃないの。あれこれ取っ手がなくない？このこれが。壊れちゃった。どうなんだ。どうなん。どうなん。どうなん。はい。ねえ、どんどんやるよ。はい、次、机の上。いる、いらないに分けましょうね。ごめん、私は全然わかんないんで。なんか使えるね。最後に洋服きれいにしてからして。今見てめっちゃついてるよ。はい、背中。OK。さよなら。さよなら。ねえ、これ何？定規。リミ、こんなの持ってない。定規も分かったかった。リミ、こんなの。うわすごい長い糸が出てあ毛が出てきたよ毛がこれで縄跳びできないなこれで縄跳びできたらすごい人あこれいるいるいるんだこれ小学の時に使ってねダメになるこれはいるあこれは2番いる絶対にいる絶対にいる絶対ほらいるこれいる見てくださいこれリミのね2年生最初の顔こんな顔だったらしいで得意なことは似顔絵らしいだから多分この絵は多分2年生の通り変わった通り見てこっち来て変わったこれは取っとくのねなら負けないなんてみんな同じこと思っててそこからの勇気と推しが大事なんです聞いてるヒロインなら嫌いで王子様にちやほやされるんでしょ今もうなんだ私もお姫様になれたらなんてねパパピポあれじゃじゃじゃ気持ちあお姫様になれるのなんてね
地震ちょっとついたよ。そう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 。当たっていくだけたらバカにしてもらってよ、お願い。入れてきますね、告白よし、ちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃちゃん、ラララララ、明けの夜に落ちてゆく前に僕の手をつかみほら忘れてしまいたくて飛び込めずに刺し締めたいぬくもりで通すから、怖くないよ、いつか日が呼ぶとりあえずね、ママ、うん、いるものといらないものに分けたの、うん、下に落ちてるものと机のものだけ で、うん、でいらないものはゴミ箱に入れて、うん、いるものこれなの、うん、これを今から片付けられるって意味に聞いたところ、うん、ずっと無言なのね。じゃあまたどうせ明日やろっか、続き。はい。